行くんですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はね、ゼロから100日アセンド51日目といったところでね、半分も折り返し来ましたといったところなんですけど、見てください。こちら、セールがね、残り22分といったところ、超ギリギリの滑り込みセールなんですけれどもね、こちら、開けていきたいと思います。なんといっても今回美味しいのが、お金。お金がね、これ全部合計で11万ゴールドもらえるんですよ。そしてね、まあ、巨大宝箱、鍵、そして、ウルトラレアのね、ワイルドカードも手に入ることができるといったところでね、早速開けていきましょう。さあ、ということでね、まあ、まずは2万5000ゴールド。これ本当にね、お金がないと、これね、レベルが上がらないし、なんといってもやっぱね、タワーのレベル上がらないんですよ。これがね、本当にきついので、いや、マジでありがたい。さあ、次行きます。さあ、来ました、2個目。さあ、ワイルドカードね、ありがとうございますと。まあ、これはね、すげえ迷ってるんですよ。何に使うか。まあ、多分、ウッドに使うのかなって思うんだけど、ありがとうございますと。いったところで、さあ、これね、いや、マジでね、もう、お盆、イカれたセール来てほしい。まず、2万円ぐらいの、いや、もう、200万円ぐらいのセールでも全然買うんで、俺、スキンヘッド200万で買うんで、本当にね、スパセルさんよろしくお願いします。ということで、最後、いきます。さあ、来ましたといったところで、さあ、巨大宝箱、これ、命の巨大宝箱なんでね。さあ、墓石、古城ババいらない、ザッピいらない、ガゴムレいらない。さあ、ゴールドいいですね。ワイルドカードは嬉しい。でも、ベビドラはいらない。ガゴもいらない。マスケもいらない。なんで？さあ、といったところでね、こちら、まあ、5万ゴールドをゲットすることができたんですけれどもね、見てください。こちらね、サブで育てているドリルデッキ。本当は俺ここはウォールブレイカーがいいんだけど、もうね、ウルトラレア見てください。俺が使うね、2台ウルトラレア乾燥してるんですよ。で、まあ、ロイジェイとかもね、こう、ちょっとこの3枚が被っているので、まあ、育てようかなとかもちょっと考えたんだけど、まあ、でもね、ロイジェイはね、ちょっと、シャバい。シャバいんですよ。そう、なので、まあ、トリトンかウッドか悩んだ結果、まあ、こっちのね、まあ、ウッドドリルデッキ、まあ、こちらをね、育てていきたいかなと思います。まあ、ワイルドカードと、まあ、トークン、まだちょいっとずつ残っているので、まあ、ここら辺ね、ノーマルトレア、とりあえず12レベルで貯めて、指南書で上げれるようにしつつね、まあ、ここら辺をね、12レベルに揃えていきたいと思います。ってことで上げます。よいしょ。さあ。よし。もうこれで後戻りできないですからね。さあ結構12レベル、そして関数揃ってきたんですが、まあ、あとはね、スケルトン、そしてファイスピですね。うん。ファイスピはワイルドカードであげちゃおっか。あれでもこれあげれないのか。あ、あげれないのか。そっか。なるほどね。なるほどと。いったところで、さあ、まあ、11、11だとね、まあ、ちょっとまだ弱いわ。ちょっとまだ弱いので、俺昨日ね、これを使って、トロ上げして結構負けたんですよ。結構負けたので、今日は今ね、沼ってるんですよ。200落としたんですね、7000から。今日はね、これで俺やっていきたいと思うんですよ。これで、まあ、本当はね、ここバルキリーにしたいんだけど、バルキリーがまだね、これ上げとくか一応。さあ、これ結構でかいですね。11レベルなんですよ。ただ、まだね、これをこうやってやっても、まあ、ちょっと11レベルがまだ多いというところなんで、まあ、さすがに11レベルのバルキリーよりは、このね、ダークプリの方が強いと思います。なので、まあ、これね、12レベル結構揃って、まあ、カンストが2枚あるのでね、まあ、1コスはまあ結構、まあ、11レベルでもね、まあ、そんな大差ないと思うので、これでね、やっていきたいと思います。いきます。さあ。いやー、マジで、セールが来てほしい。結構ね、序盤の方、セール、まあ、トロ上げでね、新アリーナバリューパックみたいなのが結構あったりしたんですけど、まあそこでね、結構多かった分、なかなか後半ここに来て、セールが来ない。やっぱセールが来ないとね、我々生きていけないですからね。さあ、ただドリル12になったのは本当にでかいです。ディガーメガゴ。なるほど。これラバル癖ラバルの匂いがしますね、これ。よいしょ。さあ、これは、スケで、OK。さあ、おいしい。はい。はいはいはい。いいね。あ、これあれか。そうだ。意味ねえんだ。これはテスラ高めに立って、ラバーが来たら、低めボンバーからの端前ダクプリでタギを取っていきたい。OK。ならば、これは、ドリボン行きましょう。よいしょ。やい。いや、めちゃくちゃいい受けだな、それ。さあ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 。なるほど。
いや、ザップで消えんのか、そっか。これはね、あえてタゲ取られない位置に出して、はい、スピー。さあ、これね、ファイボで。いや、これテスラで処理できるか。わー、一発じゃねえんだ、これ。いや、タワーとテスラが弱いなー。やっぱ一発であってこそのテスラみたいなとこあるよね、ほんとに。やばい。これは、ババが来ると思うんだよね。なので、こうダックプリ逆サイ。いいよ。いや、このダックプリとウォンバーだけはマジで信用できる。いや、ただ12レベルのテスラだとな。はい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 。これ陸2枚使ったんで、これでね、降りに行きたいと思います。なるほど。いや、でもいい。でかい。でかいー。でかすぎる。よいしょ。なるほど。これはここにテスラ出して。いや、ウッド全然当たんね。やべえ、ウォールブレイカーじゃないとラバーに勝ちにくい。やばい。ああ。これはテスラ出して。タックプリー。いや、ライドラ防衛で来るだろうな、これ。いや、ですよねー。微妙だな、非常に。非常に微妙いですね。はい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 。やばい、これ。これやべえな。いや、まだだ！諦めんなよ！っていうことが、前にもあったんですね。なので僕は、エルジャイ、使いたいと思います。やっぱエルジャイですよ、この世の中。まあ、ボンバーでね、まあ、もうちょっと頑張れるかもしれないんですけど、やっぱり、ファイスピで、パピーがワンパンできない。うん。とか、まあ、あとは、普通にですね、テスラでパピーがワンパンできない。これきついです。ダメ。さあ、これはね、マザーネクロ。やっぱカンストですから、この世は。この世はレベルゲーですからね。さあ、これはインドラで、ブリブリにしていきたいと思います。いや、これ美味しいですね、普通に。どうせ受けられるんで、OK。とりあえず、俺はバレル受けがきついんですよ。だから、なんか、最序盤に、こう、バレルで削られるのがきついんだよね。だから逆が良かったな、マッチング。まあ、初めプリンが怖いんで、オッケー、これはキング起動できる。ここだっけな、確か。あ、ちょっと戻ったから、なんかタワーに数発入りそうだな。大丈夫か？おい、ああ。はい、いいタイミングですね、これ。まあ、ただ、これね、これインドル出すことによってね、相手きついんですよ、これ。バルキリ切ってるから、これね、ボンバーぐらいしかなくて、お！めちゃくちゃいい。やべえ！てか待って、これ相手さ、ケットギャング。だから、これあれですね。スケバレしかねえわ、相手。あー、オッケーオッケー、いきますよ、捨ててよかった。これはね、ハシマイプリンとスケバレを、あと、あれが、ギャングも、据える位置なのでね。1マス寄せてよかったっすね。よし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 。はい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 。もっと？なるほどね。いや、これはまた来るのかな。
はい。頼む、頼む、頼む。頼む。いや、でかい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 。でかすぎる、でかすぎる。でかすぎる、早く、早く、早く。いや、足んねえ、足んねえ。さあ、これで、相手はロケ打ってくるかな。オッケー。これはケツエルジャイですね。さあ、チャンスですよ。チャンス、チャンス。相手は、でも、施設が入ってる。バレルの代わりにスケバレが入ってるだけなので、これはまあ、スケバレの方がまだ抑えやすいですね。マドネクとかで抑えられるんで、これありがたいですよ、非常に。あ、やべ。これライトニング打てねえ。やっちまった。いや、これででも、これで、溶かした、来た。ここでいけます。ここでいけます。さあ。やばすぎ。あ、でも、これはいけそうではあるな。やべ、やりゴムが一体漏れてる。頼む、入ってくれ、めちゃくちゃ。はい、危ねえ。このインドラが強いかな、マジで。この攻撃がね、普通に強いと思うんだよ。ロケかな、ワンチャン。はい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 。オッケー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 、いけ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 、オッケー、ピン切った。よいしょ、これライト圏内、トルネ圏内入ってるんで、ここは大きいよ。左高めインド、オッケー、来てる。よっしゃ、来た。よし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 、オッケーです、ありがとうございます。よし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 、まずは1本です。いやー、これはね、さっきで死んだ分のトロフィー取り返しましたね。いや、これさ、環境ファイスピが流行ってるから多分スケバレにしたんですよ。いや、これね、危なかったですね。バレルだったら結構危なかった。だけど、スケバレなことによって助かりましたね。世の枯渇がね、こんな感じの、スケバレ枯渇が流行ってくれると、もうちょっと楽になるね。キング起動もしやすいし、よし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 。さあ、寿司ラーメンズといったところで、いい名前ですね。ブチ。ブチブチにしていきたいと思います。さあ、ここは、とりあえず、ごぼうりから待ちたいところではあるが、ごぼうりから待ちます。いや、これ、インドラから入ってキング起動でもよかったな。いや、ユーノの突進ってさ、普通にいてんだよな、やっぱり。さあ、これはケツインドかましていって、オッケー。いや、倒しちゃった。キング起動したかったのに。なるほどね。これテスラーのやつだわ。普通に。はい。これ待って。ワンチャン。入る入る入る。でかい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 。そう、この位置でなんか完封できるみたいな逸話をね、知ったんですよ。いやー、これは、スルーかなー。これ頼む。倒してくれ。でかい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 。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、左来ると思った思った。さあ、これで、檻で釣れる。おお、インドもいる。あ、じゃあ、普通の神器なんだ。ちょっと高回転チックなやつかと思ったんだけど、これじゃあ、メガナイトとかいそうだな、これ。ってことは、ここで、エレジーを出して、あいつらをトルネで吸っちまえば、俺、最初、施設アーかと思ったんだよね。施設アーかと思ったんだけど、ボンバー、いや、メガナイト、いや、なんかメガナイトすらもいない、なんかすげえ、細かいのっぽい感じのヤーツかもしんないですね、これ。いや、ここはちょっと、マツネクで、受けていきたいが、オーケー。よし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 。相手、端前系がなさそうなので、これは、ちょっとここで、圧かけゲーミングしていって、頼む。うわ、最悪なんだけど。全然普通に最悪だわ。これダックピー行くなよ、お前。はい、キング起動、ああ、いや、でも、ケツ、エレジーがきつそう、相手。しかもこれさ、ワンチャンなんだけど、ワンチャンなんだけど、相手、ファイボナイみたいな逸話もあるかもしれないですね、これ。逸話だらけですね。
止になっちゃう、これやべえ、それやべえな、めちゃくちゃ本気で来そう。よし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 、痛い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 。いやでもね、全然いけそうなんだよな。全然いけそうではあるんだけど、多分言うのだけは、言うのだけは突破してくれ。うん、これ一発食らうね。いやーこれ、うん、これ寄りますね。いやこれさ、でも後ろからカード切りまくった相手呪文ないよね、これ。とりあえずケツまずくして来い、ドリル来い、ドリル来い。オッケー、めっちゃめっちゃいい、めっちゃいい。これ後ろから切りまくっていつか相手のきつい形が作れるはずなんで、これで、やい、これ8枚だな。やい、いいよいいよ。でインドラが来た相手、インドラが来た。やい、でかい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 、いけ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 、よし来たー、よし。いや途中から完全に立ち回り変えたのよかったな。キツエレジャーじゃなかったっすね、この相手には。いや、オッケー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 、でかいですこれは。よし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 、いい、でかすぎるっしょ、でかにきのこれです。今日も昼に撮ってるんですよ、見てくださいこれ。5時ぐらいに撮るとね、こんくらいのね日をもらえるんですよね。やっぱり人間、光に照らされた方が強く生きられるんですよ。いやこれでかいわ。いや今日でマジで7100戻りたい。普通に集中しましょう。いやマザーネクロマンサー、キングキド、いやでっか、めちゃくちゃシビアな位置でしたね今。シビシビなシビアーンでしたね。オッケー、タルババ何何何、これで豚になるんですよ、タゲが。でしかもこのインドラがきついんですよね、相手ライドラが切ってるから。でも待って、相手のデッキが分かんねえんだよな。すげえいいライト打ったけど、オッケー、倒れた、でかっ。え、なになになに、いやー、いて、まあ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 、いい防衛なんじゃないですか普通に。さあここはなんかでもワンチャン相手回転早いからな、普通にまあ延命はしてくるよね。よいしょ、オッケー、うん、ナイトで延命をしてくるなら、どうなんだろうな。いや、ガチか、それ。いや、まだ守りたいな、これ。いや、マジか、お前。いや、強いって、ほうし。ああ、もうやばい、あの女、マジで。あの女だけは許せねえ。ああ、やべえ、痛えよこの野郎。ガチで痛え。でも流れ玉で死ぬけど、クエイク打たしたいな、これ。ちょっとごめん、これ延命したいな、俺。で、ここは、ライトニング打って、オッケー、あ、トルネあるんか。いやこれ微妙だな、そしたら。
オッケーオッケー。いや、ただいい。これさ、あーでもそうなのか。オッケーオッケー。これ、エレジャイのあれで止まるんだよね。オッケー。オッケー。いいね、いいね、いいね。さあ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 、これはインドラ出してライトここに速攻で打つ、迷わず打ちます。いやマジか、めっちゃいい。よいしょ、いいね。ガチか、死んじゃった。これインドラだけ出してライドラ来ないでしょ、まだ。オッケーオッケー。これライト打っていいな。いいよ。おぉ !CG! いや、待って、来た。俺あの日の光景が蘇るんだけど、沼からの大連勝が、沼からの大連勝来てるわ。よし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 、いいぞ。なんで俺あんな未完成なドリルデッキなんか使ってたんだろう、マジで。深いっすね。さあ、これボンバー？ボンバー出しちゃおう、もう。勢いがいいんで、今。ボンバー出していって。さあ、マザーネクロ、ウッド、あ、ロイジャイかな？ウッド5オメガ、今んところロイジャイっすね、相手。か、まぁ、ちょっと変わったジャイとかの可能性があるぐらいかな。ロイジャイ相手だったら、インドラめちゃくちゃ強いんで、ちょっとインドラ温存したいですな。ロイジャイでね、これは。さすがに。ダメ、やろ！オッケー。あ、でかい。これ5を切ってるから、多分完封できると思う。あ！ちょっと待って。うわ、最悪。今、まあ、ダクプリの食らう覚悟で出したのに、お前。LSP。LSP、お前。ガチか。ガチかお前。こいつだけはでもね、出さないといけないですね。いやー、たぶんメガゴとか出せ。いや、オッケーオッケーオッケー。いやーマジかよ今の。もうしかも LSP いんのか。こまあ5食らわない位置なんで、5打ってくれたら美味しい。オッケー、来た。これさ、行っていいな普通に。あ、来た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 。ウッドも切ってる。さ、これ止まんないな、止まんないな、これ。これメガゴ LSP ぐらい。いや、来たー、これは入った。でっか。やっぱね、ファイバー当たんない位置にね、マズネコ出すのが大事なんだよね。いや、でけえでけえでけえ。ガチででかい、これは。やべ、これ。メガゴ入っちゃう。頼む、頼む、早く溶けて、早く溶けて。あぶねえ。よし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 。いや、ここはマジで 1-0 プランでいきます。はいはいはい。なるほど。あ、LSP がマジで厄介なんだよな。ガチ？そっち来んの？おいー！そりゃすごい勇気。まあ、これは防衛ライトっすね。はい。うん。で、で、これインドラ使わせて、よいしょ。いいよ。マザーネクロに活躍させないのが大事ですからね。おいしょ、森。感電すんな。いやー、するか。いや、でもいい。来た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 。よいしょ、おっきい、GG！ よし、守り切った、おっきょ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 。いやー、逆サイライトニングで守ったのがマジでよかったね。オッケー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 。いや、LSP マジでやばかったわ。これインドラに活用の LSP じゃないですか、相手の。さあ、いいですよ。行きましょう。いや、これ戻れる。これ戻れるわ、完全に。しゃあ、いいぞ。いや、これあと5連勝ぐらいすれば、最多更新できそうな気配がありますね。いや、あと5連勝で戻りましょう、これ。喧嘩に戻らないといけないんですよ。頼むから。うわ、最悪だ。うわ、最悪だ、これ。
あ、やばい、終わった。マジかお前、本当にかそれ。来るぞまたこれ。いやこれどうしよう本当に。これ豚にタゲ変わってもらうしかないんですよね本当。いやいい、いい防衛ではあるんだけど、まあこれユーノが来て、いやいい防衛だなこれも。いやガチか、ユーノ強っお前。いやコウモリな、トルデで抑えてもいいんだけど、そうするとな止まんないんすよね。エルジャイで抑えても回復されて終わるだけなんで、多分エリバを来い、始まり来ねえか。え、なになになに、30種とか、さては相手なんか30種っぽくない動き。やべえガチか。いやでもいい、え、めっちゃ入ってる。さあいいよ、なるほどね。コウモリ来い、コウモリ来い、コウモリかスキャミ、コウモリかスキャミ。いや真ん中だなこれ。オッケー、いや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 、悪くない悪くない。これトルネードで落としたい。なんで？これが、そっか、そうだ。12レベルなんだトルネ。なるほどね。なるほどね。初めてかもしんない。これ。うわ、最悪だ。ガチか。あ、70。ああ、マジか。ちょっと待って。ガチかよ。いや、トルネードのレベル上げたくなってきたわ。だんだん。これでかいっすよ。オッケーオッケー。胞子が来る。で、これさ、マザネクね、いや出しちゃったんだ俺が。いやでかい、これ結構入りそうだけどな、1000ダメぐらい。でかい、でけー、いけ、でっ、え、頑張りすぎだろボンボン、お前でかいでかいでかい、普通にでかいよこれ。来た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 、これはいけるぞ、これはいける。さあ
まずは1本でかい。で次に高めインドをしつつ、これでバルキリーを溶かす動きをして、 OK。 さあこれで一旦蓋をして、これトルネでいいな。さあ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 、いい。いや、ここでホースパラダイス作られてもいい、別に。これで、OK。いや、完璧です。OK! よし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 。OK です。いやー、危ねえ。俺、あと1分あったら危なかったけど、逃げ切りましたね。GG。いやー、ホースパラダイス怖かったけど。よしよしよし。いや、いい攻めができましたね。インドラとマズネクかインドラとボンバの組み合わせがいてきついので。あと、いいライトニングが打てた。よっしゃ、来た。いいぞー。はい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 、来た。よし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 、行くぞー。ダニエル。おお。うん。まあこれはなんだろう、タルババラクプリ。まあなんだろう、メンツ的にはすげえエリゴレっぽいけどな。ババゴやってたけどもエリゴレミが深いよね、正直。これでちょっとずれて竹変わってる。オッケーオッケーオッケー。いや、でかっ。これはでかい。まあ、これ後でタルババが来るんかな。これ多分エリクサ、相手エリクサない。もう俺もこれ食らうけど許容しますね。多分ダックプリが来るんで、そうですね。マズネク出すと死んじゃうから。オッケー。もう俺も食らってるように見えるけど、まあ初期でね、もう600ダメージ差があるんで、これ勝ちですね、ダメージ交換は。大きいよ。これ樽ないから、まためんどくさい。ワンチャン、ババ小屋？お、でかい。それは。ボンバー。いや、でかいっすね。かぶってるかぶってる。メガゴ。メガゴ怖い、メガゴ怖い。きたー。いや、オッケー。これ豚になるんで、後ろに連れる。フリーズってことはこれスケラだね。かつてあったババゴヤスキャラかな、これは。あ、マジか。もうちょっと後ろに帰ると思ったんだけどな。さあ、ババゴヤ来る。さあ、これはでかいぞ。ってことは、これ俺あれだな。何があっても、多分スキャラなんで、これ。俺が攻撃に、これビビドラスキャラ来たらライト打つ。オッケー。攻撃に、マズネクさえ咲かなければ、勝てる。オッケー、来た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 。いや、多分スケラなんだよな、これ。相手。さあ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 。いや、マジでやることない。ちょ、待ちましょう、これは。いや、ワンチャンスケラが怖いんで。まあ、さすがにインドラいるから大丈夫か。オッケー。さあ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 。これはライトニングって。GG です。ありがとうございます。OK です。さあ、ダニエル撃破と言ったところで、これもうすぐで展開、展開じゃない、旧展開か。もう旧展開っていうのはあれなんですけど、戻れますね、もうすぐで。よし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 。で、聞いてくださいよ、俺。昨日、多分動画にも上がってるんですけど、昨日ね、グロ大会、このアカウントでね、27勝0敗まで行ったんですよ。で、その後に、あと1勝で終わろうと思ったら、3連敗しちゃって、ちょっと今27の3で終わってるんですけど、ワンチャンね、これね、50以内入れるんですよ。で、50以内入ると、これね、10万コインもらえるから、マジでね、そこも狙っていきたいんだよね。すげえでかいの、俺からすると。OK。いいよ。
スケが今入りそうだったんで、ちょっと怖かったっすね。いや、ただいい。スケ、ロイホグ、まあ、クエイクか、そういうことだ。ってことは、これは、次のロイホグを、ボンバ、え、やば。ガチ？いやー、トリトンありそうだよなぁ。キョスケ？キョスケ、スケ、クエイクロイホグ。やばいっすね、普通に。どうだろう、これ。はい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 。あー、待って、逆行っちゃった。これでも溶かす必要もなかったかな。食らっちゃうもんね。トルネタルか。へぇ、呪文が多い。なるほど。いやー、これ結構地味にやすね、その削り。いやー、これスケ用にボンバー出してもよかったけど、まあ、いいかな。え、めっちゃ行け、逆サイワンチャンぐらい。まあ、これはケツエレジャイでいいね。左行くか。でもクエイクタルなんで、テスラ2周目さえ来なければいけそうではあるんだよな。これインドラで焼ける。で、これ多分テスラ2周目来るから。なるほど。はい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 。いや、でかい。でもこれめっちゃ入るぞ。オッケー。でかい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 。ただキョスケがだるいなマジで。ガチか。やべ、これ。危ね。いや、ロイホグってこと忘れちゃいけないよね。逆サイ来たらめんどいな、ここで。来ないんだ。これじゃあ組んでいいわ。うん。いや、でかい、これ。これさ、テスラ釣れんのかな？釣れるんだ、それ。いやー、そのさ、キョスケが地味に残ってるとこでの、その、強いね、その動きは。インドラ出して、ケツでいい気がすんだよな。ワンチャン逆サイ来るかな？マスケ来たらライト。おー、同サイ？やばいね、それは。勇気が。あ、でもトルネあんのか、これ。トルネくんな、じゃあ。ケツエルジャイじゃない方がいいのか、これは。どうなんだろう。いやー、キョスケが渋いけど、ここにもうライトニング打つしかないですね。ライトニングで削るしかない。残れ、残んねえなー、全然。うん。はい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 。ワンチャン、いや、無理かなー、これ。いやー、こっちにトルネダメージ与えたいけど、クエイクが、クエイクがー。いやー、これきつかったなー、ちょっと。テスラにライトニングっても2周目ですらで、マスケが残っちゃうから、やっぱね、マスケにはね、トルネを裂かない。いやー、ライトだよな。でも絶対削んなきゃいけないもんな、タワー。いやー、もうちょっとあれだね。でもテスラのケアをしなきゃいけなかったかもな。インドラを、裂く前にケツエレジャイして、ケツインドラしての、
手札を作りたかったね。ケツインダラしてからいつも。あー、これやばい。これ前だろ、多分。オッケー。ここで受けて、危ね。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、防いだ方じゃないこれは。今度からここに出そう。まずね、くん。そしたら、ファイブも食らわないし、端前ウォールブレイカーとか来ても受けられるから、今度からここに出そう。初手ドリル来たら。さあ、インドラ。いや、初手に結構食らっちまったなぁ。なるほど。わぁ、これはね、すげぇ迷う。ボンバー、まあ、後ろから切るかなぁ。ファイブ打たれちゃうけど、しゃあないっすね、これは。よいしょ。これは受けない。あんまり受けたくない。ファイスピは。うわ、やべ、自分であの位置埋めちった。ここだっけ、確か。当たるかなぁ、ここ。当たんなそうだなぁ。いやぁ、ウッド。ウッドボンが強い、ウッドボンが。はい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 。で、ここでの、まあ、ウッドってことはウォールブレイカーがないので、あれ？待って待って待って、それは違う。話が違う。え、待って、やば、アップね。いや、ただ、位置が悪かったな。あれ？じゃあ何がないんだ、これ。ファイスピアったのスケがねえのか。なるほど。スケなしですか。はあ、スケなしですか。うわあ、それはねえ、正直。ああ、終わった、これ。うわあ、めちゃくちゃいい。いやあ、これはねえ、終わったわ。あーはあ。いやあ、これ序盤でもっと抑えなきゃいけねえなー。序盤でもっと抑えなきゃいけないんだけど、食らいすぎましたね、ちょっと。さあ、これはもう相手イモルだけですね。ここはボンバー出して、うわ、めっちゃいい。おっと、いやー、きついですね、これは。どっちくしょうだ。いやー、ボコボコにされた。これはきついけど、序盤耐えればいけるんだよね。序盤耐えれなかったらいけないんですよね。くっそー。序盤は500ダメ。500ダメは無理、でも1000ダメ。1000ダメ以内で抑えたい。くっそー、ラスト。ラストいきますか。いやー、セールで世界掴めるかなって思ったけど、まだまだ足んねえな、お金が。お金がまだまだ足んねえわ。やっぱ次のシーズンのクラロアパスと、お盆のセール。お盆のね、セールにマジで期待したい。さあ。おー、すごい。これエレジェで受けてもよかったな。よいしょ。いや、ガチ？それ。頼む。後ろ下がってこい。オッケーオッケー。でかい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 。いや、これ延命されなかったのはマジででかいわ。これはでかい、マジで。さあ。これ待ちっすね。ファイブファイスピー。うわー、香りからするとこれ、バルキラーしまい来るかな。ちょっとコウモリ処理したいんで、出してあげて。おっと、これ、ウォールブレイカー。これさ、3倍エリクサーで強いデッキですよね。なんか、世界一のドリル使いが、3倍エリクサーで、なんかコウモリやファイスピー奉仕の、なんか使ってたんですよ。多分。3倍エリクサーで強いデッキですね、相手の。OK。まあ、これは多分ウォールブレイカー来るんで。ああ！あ、でも逆に？逆に。あ、そっか。宝石キング起動してんのか。さあ、これは多分、いや、来た。でかい。バルキリ。これでバルキリ蓋してきても、OK。これはインドラでいけるんですよね。
あ、ファイブ来るかなこれは。うん、よいしょ、 OK。 ここでケツエリジャですね。ダックリオン存してるんで、これケツエリジャできる。まあ、ここはね、先にこっち受けないとダメだね。めっちゃ先行しまうなこれ。いや、でかい。さあ、ここは、マズネク。いやー、ただ、ただ刺さんねえなまあ、ダメージ差は、終盤でこれならまあ悪くはない気はするが、これボンバーで受けたいなー。いやー、ファイスピアだー。ずるいよ、それ。オッケーオッケー。まあ、これはね、ケツダックプリして、ライト打てそうだな、これ。OK。完璧です。おっと？これ相手、やってるが、これちょっと待ってから、ちゃんと取るね。OK。出たー！その最強ウォールブレイカー。これさ、食らうんだよね。これで逆サイ食らったらさ、来ちゃうかな、逆サイ。耐える。なるほどね。いや、それは強いわ。それはその選択。いや、待って、やべ、入れ。いや、入ってる入ってる入ってる。でバルキリー切ってるから、この、これが5を ?OK。やべえ、最悪。ボンバー、無駄遣いした。OK。いや、豚入れ、豚入れ。来た来た来た。いや、これはいける。これダックプリを裂かないようにして、これさ、ライトニング来た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 。よっしゃ、あぶねえあぶ、いや、これタワーに打った方が良かったかな、普通に。どうだろう、際どかったね、ちょっと。いや、まあ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 、でもいいでしょう。最後勝ったんで。はい、ということでね、まあ、6921、沼、結構戻ってきたね。これで、まあ、170ぐらいの、沼に戻ってきたので、これでね、次の、明日の52日目でね、ぶち上げていきたいと思います。ということでね、今日はこんな感じで終わるんですけれどもね、もしよかったら、高評価、よろしくお願いします。あとね、700、トロフィー700、いや違う、650、上げることができれば、世界一、タワー11の世界一に行けるんですよ。皆さんの高評価で応援よろしくお願いしますと。いったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。ありがとうございます。